センタは、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の小型巡洋艦。センタ級の一番艦である。1896年8月寄港。1897年8月浸水。1899年6月収益。1899年11月アジアへ向けて、ポーラを出港。ポートサイド、スエズ、コロンボに立ち寄り。1900年1月に、 シンガポールに到着した。シンガポールには14日間泊まった。それから香港、マカオ、上海を訪れた。次に日本へ向かい、長崎、鹿児島、佐世保を訪れた。中国での義和団の乱の急速な状況悪化がオーストリア・ハンガリー帝国に伝わり、センタは各国の大使館スタッフやオーストリア・ハンガリー帝国の代表団の避難を支援するため呼び戻された。 上院75人がシーモア帝督の率いる部隊に加わり、天津を目指した。センタは、総攻巡洋艦、カイゼリン・ウント・ケーニギン・マリア・テレジアと合流し、両艦の上院160人が、大古砲台を攻撃時にドイツの海兵隊を支援した。センタ艦長キャピットン・エドゥアルト・ズーマン・エドラー・フォン・マンタルマーが戦闘で死亡した。 1901年12月にセンタは本国に戻り、1902年10月まで予備役となっていた。復帰したセンタはケープタウンへの航海を行い、そこから南アメリカのモンテビデオへ向かった。それからブエノスアイレスへ向かい1903年5月に、そこに到着した。6月にはリオデジャネイロを訪れ、それから大西洋を横断して、フンシャル、カディス、 タンジェ、バラが、チュニス、コルフ島に寄港した後トリエステに寄港した。この後センタは、予備役となり、第一次世界大戦勃発までは、年一度の海軍演習に参加していた。センタは、モンテネグロの戦線布告後に、モンテネグロの港を攻撃し、その後もモンテネグロ沿岸を封鎖していた。1914年8月16日、14隻の フランス戦艦を中心とする英仏艦隊がアドリア海へ侵入した。センタと駆逐艦論はこの英仏艦隊に捕捉され、北への逃走を阻止された。駆逐艦論を逃がした後、センタはバール沖で砲撃によって撃沈された。乗員179人が死亡した。海岸に泳ぎ着いた生存者は1916年まで抑留された。沈んでいる。 センタは1998年に発見され、2002年にセンタであると確認されている。その場所は北緯42度9分45秒、統計18度54分40秒である。ありがとうございます。